大相撲特別企画11日目それいけ若隆景お届けします。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画のご視聴並びにお付き合いいただき誠にありがとうございます。大相撲特別企画への温かい応援重ねてお礼申し上げます。チャンネルのフォローや動画の高評価ボタンコメントも嬉しいかつ励みになります。これからも応援の方よろしくお願いします。ちょっと待って、カメラ向かって右側、応援団はカメラ向かって右は大きいシナモンくんのゆめるちゃん、真ん中は小ヤギのゆきちゃんのランちゃん、一番左は小さいシナモンくんのニーナちゃんです。早くも明日の対戦相手発表になりまして、若隆景はなんとあの大の里と対決ということになりました。来ましたね、もう来ちゃいましたね。で、何ですかね、まあ、大の里から白星獲得っていうのもそれはもちろん嬉しいんですけど、それもさることながらって言ったら怒られるかな、まあ、私が個人的に嬉しいなと思ったのがですね、あのバイオリンのパフォーマンスにおいてレパートリーがお二方も組まれたという、呼び出しと行事それぞれレパートリー中のレパートリーがお二方も組まれたと、違うな、レパートリーの組み合わせが違う、組み合わせが明日の組み合わせがレパートリーなんですよ。呼び出しと行事と、その喜びが大きいですね。なんか引き寄せてんのかな。西の十三枚、岩手県盛岡市、どうしようかな。じゃあ幸吉さんの呼び出しは、今日は東だよね。じゃあ東若隆景、西、錦木。ここから先、動画お届けできそうですね。でも明日がね、大の里ですよ、ついに組まれたよ。というかまあ私が明後日国技館に行きますが、その時に組まれても面白かったのになとか思うんですけどね。でもまあここから先上位陣と組まれるんじゃないんでしょうか、まあ、霧島とか、あと場合によっては大関とも組まれる可能性ありますよね。ちょっと分かりませんけれども、で14日目に関しては幕内に関しては全員の取り組みが終わった後決まるということですね。じゃあ神田優さんの呼び上げいこうか。若隆景演に錦木は西の十三枚、岩手県盛岡市、まあ、やっちゃおう。じゃあ浅之助さん、東方若隆景、東前頭七枚目、福島県福島市出身荒汐部屋、西方錦木、西前頭十三枚目、岩手県盛岡市出身伊勢の海部屋。ちょっと待って、あとでやるか、声だけで終わっちゃった。もうどっちでもいい。頑張れ若隆景、若隆景頑張れ。もうどっちでもいい。勝ち越し決まってるからな、どっちでもいいけど。
これ盛り上がりそうだね。まあでも、うん、どっちでもよかったけど、小手投げ、小手投げか、大丈夫かな。なんだっけ、じゃあ、浅之助さん、もう一回声やるか。じゃあ、東方、若隆景、東前頭7枚目、福島県福島市出身、荒汐部屋、西方錦木、西前頭13枚目、岩手県盛岡市出身、伊勢の海部屋、さっき忘れちゃった、呼び出しは幸吉、行事は式守神田優であります。これさっき忘れちゃった、それは粘ったっぽいけどね。小手投げ、小手投げ大丈夫かな。投げって聞くと大丈夫かな。じゃあ神田優さん、待ったなしよ。手をついては、そして残ったは、はい、小手投げだったよね、錦木。そして錦木は、浅之助さん、ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで若隆景の勝ち。それは、でした。ちょっと心配ですけどね、大丈夫かな、心配ですけれども。というわけで、大相撲特別企画11日目、それいけ若隆景、言えなかった。ここまで大相撲特別企画11日目、それいけ若隆景でした。いかがでしたでしょうか。いやー、もう取り組みなんてね、もう一瞬で終わるので、うん、明日どうなるか分かりませんけど、明日はね、大の里ですし、明後日は国技館に行くんですけど、ちょっと心配ですね。毎日本当にマイナスなものをね、引き寄せないように、魔法は唱えることは習慣化してるんですけど、いやでも心配ですね。はい、明日はね、大の里ということで、どうにか明日以降もパフォーマンスが YouTube をお届けできたらいいなと思いますね。で、明後日はね、せっかく国技館に行くので、何もお互い何もなく迎えられるといいですね。はい、
というわけで、ここまで大相撲特別企画でした。今回の動画ここまでです。最後までご視聴並びにお付き合いいただき誠にありがとうございました。チャンネルのフォローや動画の高評価ボタン、コメントも、いつでもお待ちしております。お気軽にどうぞ。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、YouTuber のゆいこでした。それではまたね。バイバーイ。